筑波大学式低周波針通電療法は、筑波大学理療科教員養成施設が中心となって研究を進めている針通電療法である。針通電療法は、パルス療法とも言い,い、体内に侵入した針を電極として、低周波を通電する針治療法である。筑波大学式低周波針通電療法は、もともと人体への低周波針通電刺激によって起こる針。 麻酔現象に伴う種術の生体反応を治療に応用する目的で研究が開始された。筑波大学式低周波波通電療法の特徴は従来の経血や新灸主義といった科学的根拠の明確でない概念を極力排除している点である。具体的には刺激する対象を解剖学的検知から定めることに加え通電の周波数を明らかにすることで 従来の針治療と比して、生体に対する刺激の客観性、再現性を高めている。なお、刺激する組織や周波数を明確にしない、比較的簡便な方式の低周波針通電療法も広く新旧臨床の場で用いられている。針に低周波を通電体性自律神経反射など対象とする組織によって一家のように分類される。ありがとうございます。